リーパリは、イタリア共和国シチリア州メッシーナ県に属するエオリア諸島のリーパリ島にある町。また、サリーナ島を除くエオリア諸島全域を管轄する人口約1万3000人の基礎自治体である。リーパリの町は古代ギリシャ人によって築かれた植民都市に起源を持つ。観光地として知られ、夏から秋のハイシーズンに島の人口は2万人を超える。 日本語文献では、リーパリとも表記される。イタリア語以外では、以下の名称を持つ。歴史的には、以下の名称で呼ばれた。エオリア諸島シチリア本島の北岸から約30キロメートル沖合に、ある、リーパリ島が、このコムーネの中心地域である。リーパリ島の南東部に位置するリーパリの町は、ミラッツォから、北西へ37キロメートル。 カーポドルランドから北北東へ 39km、県とメッシーナから西北西へ 60km の距離にある。エオリア諸島はティレニア海に位置する火山の島々である。中央に位置するサリーナ島を基準とすれば、南にリーパリ島、ブルカーノ島、北東にパナレーア島、ストロンドリ島、西にフィリクヨィ島、アリクヨィ島がそれぞれ連なって位置している。 自治体としてのリーパリは、サリーナ島を除くエオリア諸島全域を管轄下に置く。このため、リーパリ島から西へ約 50km 離れたアリクーディ島、北東へ 40km 離れたストロンボリ島も地域に含まれる。リーパリ島最大の集落は、南東岸にあるリーパリの町で約4100人の人口を有する。リーパリの町には、島最大の港があり、 リーパリ城塞や、リーパリ大聖堂などがある。リーパリ島には、主流リーパリの他4つの収録がある。すなわち、東岸の関根と、北岸のアクアカルダ、北西部のクワットロパーに、南西部のピアノコンテである。リーパリ島以外の島では、アリクーディ島、フィリクーディ島、ブルカーノ島、パナレーア島、ストロンボリ島が有人島で、それぞれ集落がある。 リーパリには以下の分離集落がある。リーパリ大聖堂リパリ島内の観光名所が多いことやエオリア諸島各所への日帰りツアーも多く出ているため、エオリア諸島内では最も宿泊施設が多い。リーパリ島は4回の火山活動によって形成されたと考えられている。最も大規模な活動は第3期であったが、約1100年ほど前や5世紀頃にも噴火があり、 軽石と黒曜石が全頭を覆う。軽石室の流門岩は、伊豆七島の新島の高化石と同室で石材として輸出され、世界でこの2箇所でのみ採掘される。現在は、わずかな噴気口以外に火山活動は見られない。軽石鉱山、ありがとうございます。